ゲップから始まるし、って笑っちゃって、いや、マシンすぎるなと思って、10分で切る。そうね、まぁ、10分もやめとくかなって思ったけど、やだ！やっぱ俺もうね、喋りたいだけ喋る。もう切りたくなるまで俺は切らない。動画は。めんどくさいけど。もう俺がね、あーもう切りちゃいたい痛いってなるまで切らん。もうな、ストレスなんだよ。みんなが今ストレス受けてるよな。はい、ね。なんで俺はね、もうね、動画一本の容量がね、バカ長くなるけど、そのね、めんどくせえよりはいいじゃん。何分もちまちま、おいおいおいで、そうで、YouTube のスマホ版ってすごい見づらいんだよね。うん、だからね、やめとこう。みんなのためにもね。かわいそうじゃん、みんなが。そんなさ、俺のアホみたいに40本動画で、右前すみゆさんもさ、まあ、右前さんもさ、俺んとこのさ、前さん、まあ、いつか俺んとこ巣立っていっちゃう、まあ、直木マンションさんの前さんのとこはさ、前さんっていうか前す、俺のファンの人はさ、40本もう見切れんきみたいな、よくわかんないコメント残してね、見切れんきってコメントなんだよって言おうと思ったけど、その適当にね、いや、1週間に1本でいいよっていうね、優しいのか適当なのかはよくわかんない人みたいな。いや、マジ、見切れんきってなんだよいや、コメントで言えばいいもの、俺、動画で、だから俺、動画が本音ですよ、大体。動画が本音ですよ。俺はもう寝癖はね、もうね、寝癖はもうね、育んでいくようにした、寝癖なんて。もう寝癖はもうね、なおさん、もう寝癖がやりたいようにやりゃいいんだよ、こいつが。もう逆に整えねえんだな。もうすごい寝癖で言って、こんななんかアンテナかって思った。ね。地デジですかってくらいのね、アンテナで言ってやったよ渾身のギャグ言って、これがね、なんかインターネットミームになった時、えっみたいなね、ここになんか煽り文をね、煽りの文章を添えて、えっっていうのね、文章がね、流行るぞだとね、今日はお母さんと交渉して、このね、カーテン全部、はいでね、どんなカーテンにしようかな。うん、まあ、安いカーテンにしてもらいます。まあ、安いっていうか、まあ、なんか、まあって感じで。もうこうカーテンが全部カビてるんですよ。で、カーテンを一回剥ぐってことをね。スマホくん最近ね、あれですよ。あんまいいようなやめよ。まあね、やめてこ。ボイスメモめんどくさいな。ボイスメモの方が。カーテンにカビがついちゃってるから、全部取ろうと思います。眠いね。俺だけか。いやー、何時まで起きてた？まあ、昨日ずっと起きてたな。なー、いや、昨日ずっと起きてるわけやねえんだ。あのさ、今日はカロナールは飲んでない。あ、薬の話言っちゃった。まあ、いや、カロナールは飲んでへんし。カロナールなんて飲まねえよ、そもそも俺。まあいいや。今日歯医者なんだよな。あー、歯医者行きたくない。どうにか閉まんねえかなと思って、なんで閉まんねえんだろうと思ったら、ストローが長かったんだ。それが答えだ。どの強いメガネしたんだか、すごい眠くなってきちゃって、で、これからこれに変えた瞬間すごいんですよ。歪むなぁ。すごい曇ってんだよな、これ。なんでだ。あー、眠い。寝ちゃおうかな、もう今日は。でもね。今何時？俺、今何時？って、なんか、今何時？っていうね、その独特のイントネーションでしか言えなくなる呪いを魔女にかけられちゃいました。いやーね、今思ったのはね、ナロー系の主人公全員すげえなーって思ってな。容姿いいじゃん、あいつら。俺なんて終わりだろ、こんなんな。モブでもいねえな。で、ガキンチョでもなんか
ガキンチョのガキンチョでもいねえよな。そのガキンチョのガキンチョってせ、なんかその主人公にねえ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 って言ってくるガキンチョの周りのガキンチョでもこんなやつねえよ。だからビッグマムのなんか、あれだよ。マザーカルメルのうちにこんなやついたけどな、俺みたいなやつ。サングラスかけていけどな、多分あいつは。なんでねえ、手で目を隠して目で手を隠すんだよ。めでるなよ。ちょっとね、目と手がね、入った言葉をね、ちょっと3個ほどってね、2個しかないんですけど。あー、7時になった。7時。まあ7時、あ、7時。し、ちゅわちゃ。滑舌が悪いんだよな。でもね、ここの肉が落ちちゃう。し、しって、しってここ結構筋肉つかんだよ。だから痩せなきゃね。痩せたらか、ルル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 みたいな感じでね。出せると思う。今はゲップをしたせいでテンションが下がった人みたいなね。あ、もう寝たいな。もう寝ちゃおっかな。でももったいないんだよ、時間が。ほら、サービスだ。これをサービスだと思ってるんだな、俺は。なんて安いサービスだよ。オーシャンデリーゼ、オーシャンデリーゼ。なんかね、胸が気になる、痛くて。これ乳がんかもしれない。あー痛い、痛いって思えば痛いけど、こっちもやろうと思えば痛いけど、こっちの方が痛いな、これやばいな。なんだっけ、なんかあれでな、なんか肉まんの中に梅干しがある感じって言ってたよな。ねえだろ、肉まんの中 に梅干しの種って。痛いだけだよ、単純に。ただ痛いだけの人かもしれないな。あーもうな、もうガンも全部吹き飛ばしてくれ、本当に。あなたを待ってるよ、シャンデリーゼ、オーシャンデリーゼ、オラ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 、オーシャンデリーゼ。ちょっとまともに歌おう。やっぱね、ちょっとカッコつけるのに恐れてるんだ俺は。オーシャンデリーゼ、ワン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 、オーシャンデリーゼ、ウワワワ。そんなのがカッコいいと思ってんのかよ。やばいな、サイコパス。いやソシオパスだっけ、なんかソシオパス。ピカチュウピカチュウピカピカチュウピカチュウピカチュウチュウチュウチクチュウ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 マンドリルルルグ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 ル美術館。アーボイーブイウツドンメ、目かゆ目かゆってこすった手は外の外気に触れた手。そうね、ラップ始めるのかなって思ったらね。ああもう俺もういっそのこと坊主にしちまおうかな。もう夏終わったけど、うぜえな髪の毛ここに来て。寝るとき邪魔だな。もうなんか2メートルも悲観チャレンジもやめちゃおうかな。坊主って気持ちいいよな。ああ爪汚いから爪切んなきゃな。楽爪切りってちょっと、楽ちん爪切りってちょっとスマホで、スマホバンカーリングめっちゃつけますからね僕。もうね、なんかそのミッキーのバンカーリングがね、すごいゴミなんですよね。言っちゃ悪いけど。最近電波人間やってないんですよ。やりたいんですけど、レベル上げがめんどくさくて、なんでかっていうと、なんかそのね、レベルが低いやつのレベルは、上がりにくいんですよね、なんか。永久種のレベルについてこれなくて。うぜんだよな。それだからなんかね、経験値が半減しちゃったりとか、単純に人数が多すぎて、経験治療が6人以上になったらなのかな。6人以上になるとね、経験値がね、もらえる率が下がるんですけど、そして今度討伐成功率が下がっちゃうんですよね。で、すごい真面目な話してるね。いいじゃん、すげえじゃん。
ああ、もう全部クソだ。ツイッター。ツイッターやめなきゃな。やっぱ YouTuber のツイートだけ見てるだけの方が良かったな。なんか平和だった。YouTuber だけの方が。そのネタツイート界隈で、ネタツイートに混じって変な人もツイートし、フォローしちゃったからさ。なんかたまにちょっとフォロワーの多いしょうもないやつとかもさ、フォローしちゃってるからさ。なんか童貞がどうだろうってこうだろうずっといいやつが言ってさ、なんかキモイとオタクをセットにしてくるやつな。俺なんてな、なオタクでもねえけどただキモい人間だぞ俺。なんかこの気持ち悪いこのはみ出し具合、頭からの髪の毛、ここのね、あ鼻くそだね。鼻炎の薬飲んだけどね、多分俺蓄膿症じゃないのよ。なんか蓄膿炎飲んでんだよね。いや自慢すんだよそんなこと。いや肺際見せんだよ。最近粒組まずくなってきた。もう食べ過ぎてね、もう嫌ってね。気持ちいいね、一言気持ちいいね。まあ今回、まあ、僕がセブンイレブンでね買ってきたのは大体が飴ちゃんです。飴とかチョコです。もう銀歯取れるの怖くてしょうがないって思ったけど、やっぱもうわざとガム噛んでいこうかな。もう反骨精神いや超ダセーな。反骨精神って口にすんのはよくないよ。みんなよくないよ。いやムカつくな、ヒカキンヒカキンさんね。いやムカつかな、よくって言ってね。年商何を稼いでるんでしょうね。年収ね、年商って言っちゃったけど、いいじゃん、すげえじゃん。はい、なバブルインキャンディーってことね。バブルダメ、えガム入ってんの今時のこいつ。へぇ、気持ち悪いすごいな。おら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 、お俺の握力が上がったせいか、もしくは開けやすくなったせいか。このね、こいつなんだっけな、チュッパキャップスか。うん、2列とも同じその単語に見えるけどな。それを利用したまあテクニックっていうか、まあね、うんちっていうかね。いや、こっからが開けられないんかいっていう、こっからをみんなに見せたいけどね。やだ、俺の爪が汚いし、もう爪切んなきゃ、伸びてもねえのに切んなきゃってさ、ふざけんな、お前。言いがかりも大概にしろよ。ババンババンバンバンってあのノリで言うんだね。あのノリで言うんだねっていう、いや、俺が後付けで言ったあのノリで言うんだねって、え、どのノリどのノリ、ババンババンバンバン、ああ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 とはなるけどさ。もうなんかちょっと頭いい人の会話ぶってるよね俺ね。バカのくせに。いやバカじゃないよ、俺天才だから。俺 IQ 多分本当に高いと思うって言って、多分ね、俺は多分なんか97とかだと思う、ぶっちゃけ測ったら。もうそうね、なんかバブルインキャンディーって見たら形がいびつだもん。わーこれガム入ってんの、いいけどさ。うん、R18 R18、 うん、おい女、こんなクソガキがこんなことやってさ、何が R18 じゃボケ。いい湯だな、はは。ベリーデリシャス、略してシャスベリーね、地滑りみたいなこと言ってんね。うん、いやーでもこうやってさ、ここを見せることによってね、汚い爪が見えなくていいね。ほんと爪汚いし、スマッシュ見つかったしね。スマッシュアマゾンだと690円くらいで売ってるから、みんなスマッシュ買うならもう断然アマゾンだぞ。うん、すんごいよだれの垂れ方した。俺が最近食ってなかったから、なんかこういう戦術出すしかなかったのかな。中にガム入れて二度おしみたいな。うん、頭かゆいな、やっぱ切んなきゃな頭。どこだどこだ、ここか。で、こうやって適当に切るか。もう坊主にしちゃおうかな。なんかもうね、
脇すごい臭いんですよ俺。デブだからっていうかデブだからなんですけど、やっぱね重みが漬物石と同じ原理なんですよ。石が重いから俺こうこうこうやってよいしょって言ってね、いやデブだからな、皮も多い、皮のシワが多いのかな、うん、なんかもう俺さ心がさよどんでるっていうかさ、まあ濁ってるからさ、飴を舐める行為ダメだよなーってなっちゃうんですね。ダメになっちゃうんですよねみたいな感じで、うまく回避しやがってみたいなね、その意見が飛び交うようなね、うまいやり方ではないですけど、何言ってんだ俺は。まあまあ何言ってるんだよこいつっていうのがね、今日中でございますから。卑猥だな。うん、なんね、こんなでかくなる必要あったね、何でしょ。これ俺がさ久しぶりに買ったと思って中になんかガムなんか入れちゃってんの、バブルガム。明らかに喧嘩売ってるよねって喧嘩売ってるよねって言いたすぎだよな、言いたすぎだよな、言いたすぎだよな。うん、ここまでがね恒例行事です。1回目でございますが、これからこれが恒例になっていくでしょう、ね、恒例かじゃないよっていうね、ちょっと気持ち悪いフォローの入れ方としてね。俺何かをかけることが嫌いなんですよ。何かと何かをかけてよみたいなやつ。ほんと気持ち悪いからな。何もうまくないからな。それ。うん。じゃあ、誠さんが何かと何かでって言って、なんかよさこいバンキッシュの脇尾さんだが、おうまいみたいなこと言ってんじゃん。うん、何もうまくねえ、クソじじいがよって言って、ぶったたけないいけないけど、俺がもし隣に誠さんがいて、いなかったら、そうヨリヒトさんの気持ち悪い笑い方ですが、俺ヨリヒトさん嫌いですからね。あの簡単です、つまらないから。いやこれ炎上するな。なんかすごいさ数字狙いすぎだよねやっぱって言って、俺は多分今まで言った全部の地雷を踏んでさ成長していくんだろうけど、でもやっぱりなんか自分のスタイルを曲げてても人気をつかみ取ろうとしてる、その人気の価値ってあんのかなって俺は思うわけで、人気っていうのはそういうもんじゃないな、人気を取るために活動するってことがよくよく考えたらおかしいなって思って、うん、人気を取るために頑張る、でも好き好きだし人気も取れんじゃん最高ってやるならわかるけど、人気を取るために自分の牙を引っこ抜いちゃったりとか削っちゃったりする。それってどうなの？ヨリヒトさんのモノマネだけどね、これね。あの、クンさんのね。それってどうなのって手をこうぐるん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 って思ってね。神綱嵐みたいな速度でね、ぐるんぐるんって回すんですけどね。うん。これ今ね、ギャグの斬新でございます。斬新なギャグでございません。ギャグの斬新です。残す心と書いて斬新かな？知らんけど。親指の爪も超長いんです、俺。あのね、デブってね、巻き爪になるんですよね。知ってました？ああ、知らなかったか。クッキーさん、クッキーさんで挟むのやめようかなと思って。もう影響受けてるのはいいけど。うざいなって思って。だからみんながなんで、ああ、これは何も言えないんですけどねって言わない理由があったら、うざいからだ。簡単だった。気づかなかった俺。あとね、リプトンと午後の紅茶のね、ミルクティー戦わせようかなって思って。まあ戦わせるでね、まあまあ、紙相撲でやるんですけど。うん。俺の顔のせいで全然エロくないけどね。うん。これがなんかね、すごいピンポイントな性のたしなみ、性をたしなんでる人にね、当たらないことを願うだけだよね。ほんとこんな感じ。もう仏の握りってね。なんで仏の握りって、仏の握りってかね。はぁ、すごいね。これ、ヤンキーだよね。ヤンキーじゃない。あー痩せなきゃな。俺最近体重見てないから多分今105キロくらいあるな。熱いなお前。こいつ熱い。邪魔だ。おらー飛んでけ。やっぱクッション邪魔だ。ぬいぐるみもいらねえ。うわーすごいホコリが舞って、あーここも痛いし、メンチョが痛い。
負の連鎖、負の連鎖、負の連鎖、止められない。オンデレルフンフン、サービス精神旺盛すぎるね。もう猛虎だよこの領域は。いや、グラビと猛虎の流れでって、そんな流れないよ、そんな流れないよ、ね、これで言ったらみんなあれと言われるけど、ただのうるさいですね、俺にとって。すごいファンタジーなこと言っててね、まあ、ファンタジーな記事があったんですよ、まあ、これなんかちょっと残してんだね、背後霊のお供え物だよって言ってんのね。いや、その捉え方いいなと思って、俺がちょっと残してても、あー、これも背後霊の、背後霊のってね、守護霊の、守護霊のって、なあだだだだだだってやるようにしてね、もうありがたいよね、その考え方もらって。こんなね、人生観は全然変わんねえけど嬉しい。そういう面白い考え方一つで、人はどんな困難にも立ち向かうんですよ。笑わせる。もう悪役か。な、すごい。俺何個人格あるんだろうな。ちょっと数えてみようかなってね。うん、数えてみようかなっていうね。っていうね。あ、眠すぎて投げやりになってんな。あ、早くバンカーリング5個くらいバカみてえにつけてんだ。俺は。股間ボリ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 。電気ビリビリヒューマンネイチャー、よいしょ、暑いな、あ、眠いな、かゆいな、かいかいかい、今の音拾われてなきゃいいけどな、ボリボリ股間をかく音か。仏の握り方ってこうだっけ、こうだっけ、えぇーって、えぇーって、えぇーって。アニメがキモいじゃねえんだ、アニメ見てベヒベヒ言ってるくせに、自分たちがキモいことを自覚しねえでこういうこと言っちゃうオタクが決めえんだよ。アニメオタク気持ち悪くないと思う人リツイート、気持ち悪いに決まってんだよ、普通の人間は二次元に恋しねえんだよ、恥だと気づけ。キモ、キモ、二次元に恋しねえんだよって、なんか過激だよね、これ釣ってるよね、完全に。そこまでして承認欲求欲しいかよって思っちゃうな。なんか面白いよね。キモい、キモい、キモいって言いすぎて、お前がキモくなっちゃってるって。じゃあ俺オタクじゃねえかよ。いや、でもちょっとね、もう僕はもうキモオタでいいですけど。僕、キモかったっす。まあまあね。いや、ヒゲしすぎると言霊でね、ちょっと。俺もう自分で自分のことを卑下したくないっていうかさ、最後の砦なんで友達がいないから、いや、そんなことねえぜって、確かに見た目はな、あごめんごめんみたいなさ、それノリないからオタクって。だからさ、自分言えないんだよ、そうだ、この適当な理論、自分が最後の砦なんだよ。慰めてくれるやつなんてね、それをなんかちょっと笑いに変えてくれるやつは一人もいねえんだよ。だからね、自分で自分のことキモいって言ったら終わるんだよっていうことにしといてください。はい。超面白い。多分これネタツイートかもしれないけど、ジョークっていうのはね、面白くてジョークとして成立するもんですから、つまらないものはジョークではありませんから。ね、もうアメリカンジョーク全部つまんねえけどな、面白いけどね。アメリカンジョーク一覧って、その、仰々しく、仰々しいってなんか、俺がなんかその、部活休みたすぎてね、変なサポーター巻いた時の顧問の先生が言って、それで初めて覚えた言葉なんですけど。
はい、行々しいって言われて、ほんとそれもなんか、もう部活入んなきゃよかったなーって、すごいサボったんそれ。怪我を理由に。やりたくなかったっすもん、今考えたら。なんか部活なんか入っちゃダメだな。でも入んなかったら、ほんとに俺友達いなかったから、入ってよかったと思う。結果論ね。入んなかったら俺ほんとやばかった。まあほんとさ、なんつうんだろうな。だから俺の中学校クソすぎだからさ、ちょっと中学校の悪口は、でもこのチャンネルも先生たちが見てんだよな。いくらクソって言ったっていいだろ、クソはクソなんだからよ。やさぐれてんな。いや、その矛先とかじゃなくて、システムが悪すぎんだよ。一回やめるわ。